今回はローソンで購入しましたチキンとキーマのスパイスカレーですね。こちらを食べていきたいと思います。いいんじゃないですかね。揚げていきますね。中はと言いますと、これでチキンとキーマってところですかね。いいんじゃないですかね。早速いただきたいと思いますね。まず普通にご飯とカレーですね。いただきます。うん、いや、かなり本格的なスパイシーさですね。美味しいですよ。この黒いのなんですかね、これ。なんか別のなんですかね。食べてみますね。あ、これがキーマなんですね。ちょっとだいぶ濃い感じですね。こういう感じなんですね。チキンもいっちゃいますね。うん、食べ応えのあるチキンで美味しいですね。いや、スパイスが効いててたまらないですよ。このキーマとご飯でもいいかもしれないですね、これ。うん、いや、これもまたいいですね。いや、いい味わいですよ。美味しいですよ。いや、いい感じの熱々のカレーで、いや、たまらないですね。いや、コンビニでこれが味わえるってのはやっぱりいいですよね。普通にカレー屋で出てきてもおかしくないぐらいの本格的さですね。うん、いや、いいですね。この肉のがっつり感がまたレトルトだとできないような感じなんで、素晴らしいですよね。こういうスパイシーなカレーはたまらないですね。なかなかここまでスパイシーなカレーは自分だと作れないと思いますからね。本当に本格的なカレー屋と同じぐらいの味じゃないですかね。うん、いや、いいですね。スパイシーだけどそこまで辛くないってのもまた食べやすい一因ですよね。いいと思いますよ。いや、いいですね。うん、いや、美味しいです。というところで今回このローソンのチキンとキーマのスパイスカレーですね、こちらをいただきました。ご視聴ありがとうございました。